少しでも僕に対する害意を持っていればわかる。しかし今度はその個性が僕に勝利をもたらす。16年ものなら息子に持たせますよ。の連絡先をいただこうかな。万全を期したい。ええ、もちろん。嘘や害意はない。真っ白。では明日。ああ、また明日。来てくれてありがとう。地上にいたんじゃ。両親の弁護士が釈放してくれた。君と話をしたい。ルフォーワンの本当の目的を教えてあげる。で、円の価値が大暴落して多くの日本企業が倒産し始めてる。各国にダメージが波及している。世界的な雇用の消失。何の話をしているんだ青山君。愛と混乱の世界へ突入していく中、圧倒的個人がイニシアチブを取れる土壌が魔王になる。世界が許すはずがないよ。僕たちがいるよ。ごめんね。やっぱり僕はパパとママの安全を守りたい。オルフォーワン。よくやってくれたね青山優が。心苦しかったろう。信頼されるというのは。よく乗り越えた。僕の最終目標の話よかったよ。信じてたのに。じゃなかったよ落ちたな。演技が迫真すぎるよ青山くん。それに君だって名演だったよ。僕怖すぎて涙どころか。頑張った青山くん。僕はオールフォーワンと戦う。どういうことだ。長身の害意や嘘はなかった。罠だろうと今この距離にワン・フォー・オールが間に合わない。まだこの数がすでに手遅れじゃないか。黒霧。パパンとママはこということはあと害があると。だから今日ここでお前を倒す。ついに始まったヒーローとヴィランの最終決戦。この作戦必ず成功させてみせる。さらに向こうへ、ブルース・ウルトラ。